はい、ライブリー、皆さん、こんにちは、ギアプロトです。今回ですね、まあ、サマーシーズンが来たということなんですが、ガシャの方で、特に芳しくない、第1弾ということで、サマーシーズン、到来ガシャということで来ましたが、団結キャラクターのなんかピックアップの、ガシャですね。はい。ジャンピエル・ポロナルフ、で、歌教員。で、ジョセフ・ジョースターっていうのは3部のジョセフ・ジョースターですね。ジョナサン・ジョースター団結。で、アブドゥルの団結。まあ、この5キャラが、まあ、ピックアップされてるわけなんですけども、これは、まあ、無理して引く必要はないかなと。一番、まあ、持っておいて損はないという、まあ、特に強いキャラクター。この中で言うと、やっぱり、特にタウンランキングとかでやっぱ活躍するこの歌教員が一番、まあ、狙い目かなという感じではあるんですが、そもそもこのガシャ自体が団結キャラクターのピックアップっていうことなんで、特に新キャラクターとかはいないので、まあ、僕的にはちょっと様子見、チケット、このチケットね、このチケットはまず使わずに、まあ、第1弾って言ってるんで第2弾が来るだろうと。その時にですね、なんかその新キャラ、まあ、特に期待しているのはもう、属性違いの川尻ですね。まあ、こちらで見ればわかるんですが、まあ、このようにですね、このサマーシーズン到来ということで、こう書いてますね。はい。この川尻。この川尻が非常にこう、まあ、こう角度が違う。まあ、もうちょっと下でが、ここでよく見えますね。ここで。はい。ここで、まあ、この角度が違う、この表情が違う、ちょっと川尻が映ってるという ところで、まあ、その属性違いの川尻、ツンツンヘアの川尻が出てくるんじゃないかなと、個人的にはちょっと思っているわけなんですよね。まあ、今のところ、ツンツンヘアの川尻は星6にまあ昇格できましたけど、あれは有機属性しかないので、まあ、別属性、まあ、例えばこことか、団結とかは考えられないんで、やっぱこことか、もしくは、まあ、知略は、まあ、個人的にはあんまり期待したくないなっていう感じではあるんですが、まあ、普通に闘志とかっていうね、別属性で、まあ、このツンツンヘアの川尻が来るんじゃないかなと、ちょっと個人的には淡い期待を寄せております。はい。ということで、まあ、今回サマーシーズン到来で、まだ今のところ、まあ、ガシャは特に回す、まあ、僕的には、回す必要はないかなと。特に欲しいキャラクターはいないので、僕は回しません。はい。ということで、まあ、一応、特攻マインドは引いて、今回のポイント報酬で、普通にこう、チケットですね、こう、10連のスタチューガスチケットも普通に、あるんで、ポイントが、これですね、380万かな。はい。で、10連スタチューガスチケットがもらえると。さらには、まあ、インクとかもあるんですが、この、名付けてレイハモンとか、あとは、このズキューンですね。ズキューン。まあ、海外の方ではキスシーンとかっていう風に、まあ、言われてるみたいなんですけど、ズキューンとか、あとは斬殺処刑ですね。それが、ま、ちょっと復刻していると。これですね。はい。まあ、復刻して、まあ、ちょっとずつ、ま、配られてる。今回は1枚ずつゲットできるって感じですかね。で、この本性の片鱗という、このマインドも、ま、一応復刻していると。まあ、このまあまあ、まあまあ強いという感じの。まあ、ただまあ、ズキューンとか、斬殺処刑があれば、そこまで必要性はないかなとは思うんですけど、まあ、一応復刻しているということで。はい。で、自分の場合はですね、とりあえず、まあ、10連ガチャチケットが欲しいので、特攻マインドは引きました。はい。で、特攻マインド引いて、周回するパーティーがこれですね。はい。普通にこう、まずこう、特攻マインドが、星3の特攻マインドね、これが4枚積んであって、で、ウンドゥールにも4枚積んであると。で、さらには、翼で完全に見えない、翼で、これ、ジョータロー、星4の、特攻マインド、出ました。はい。これですね、これ。この、なんだっけ、ガシャで、星4の特攻マインド。これ普通に強いんですよね。これスタンド使いのアタックが6500で HP がプラス4500、さらには SP スキルの性能プラス 6% ということで、非常に優秀なマインドですね、これね。で、これが当たったんで、まあ、究極カーズに1枚装着しているという感じでございますね。
はい、これ普通強いっすね、このマインドね。これやばいよね、普通に。アタック6500、HP4500、SP スキルの性能 6% とか、ね、結構やばいっすね。はい。まあ、結構なんか最近はこう、特攻マインドといっても、こう、なんつうか、使い捨てっていう感じのなんかそのマインドは減ってきてますよね。普通になんかその、イベントが終わっても使えるマインドっていうのが結構、ガサには入ってるので、特攻マインドでもね。だからその辺は結構いいと思います。はい。ということで、一応、スタミナもまあ回復してきているんで、最後だけ、まあ最後にね、ちょうど16、クエスト16だけクリアしてないんで、それをやって終了にしましょうかねと思ったんですが、通信中から進まない。さあ、これはどうなってるんだ？進んでくれると困るんだけど、ちょっと。はい、進んだね。ということで、この30のところね、ここもまあ、オートでいけると思うんですけど、まあ、最後にこう、川尻が出てくる。これも有機属性なんで、新属性、新しい属性でのまあ、川尻が出てくるかっていうのは、まあ、ちょっと、ちょっとまあ、正直、微妙、ちょっと期待は薄いかなという感じではあるんですが、やっぱ出てほしいっていうのはありますね。こいつやっぱ、川尻の、キラシリーズで一番好きな、まあ、キラというか、川尻というか、そういうキャラクターなんで、僕的にはね。はい。ということで、まあ、このステージを、まあ、オートでプレイして、終了にしたいと思います。パーティー8ですね。はい。これで、マインドの上限超えてますとか言われたわ。ちょっとマインドをね、マインドを強化しないと。まあ、せっかくだから、まあ、この強いマインド強化していきましょうかね。はい。まあ、こうやって、結構ボックスもまあ、結構圧迫されますけど、まあ一応600まで開けてるんでね。はい。はい、成功。で、このマインドはまあ普通に強いですね。うん。さあ、じゃあ本ちゃんのクエスト行きましょうか。はい。サマーシーズン到来ということで、まあ、ボスがまあ川尻になってるということですね。まあ川尻がおとなしくしていられるとは思えないというキャッチコピーなんでね。うん。さあ、これで、まあ、オートプレイでいけるとは思うんだけど、普通に。アルティメットカーズは本当に急、オートプレイでのこう、脳死周回っていう、本当に適してますよね。はい。基本3色にも、当たるダメージが普通の白黒よりも倍与えるダメージ、当たるダメージは倍っていう感じだし、で当然白黒には強いし、で、ドリブル中は絶対にひるまないし、ということで、非常に強いですね。さあ、最終ラウンド。ここで、川尻が来るという感じですかね。はい。さあ、この、なぜか、川尻の前に城太郎がいるっていうね。お前はボディーガードかっていう。はい、川尻が倒して、はい、終了ですね。はい。これで、一応クリア。一応スキル使ったかな？スキル。使ってくれてたかな、ちょっと覚えてないんだけど、スキル、おっと、ラッキーポイントが落ちた、これ。もしかして。お、使ってくれてたね。ラッキーポイントが落ちて、20万ですかね。20万ポイント、ゲットできますね。いいですね。美味しいですね、普通に。うん。まあ結構かなり、特攻マインド積んでるっていうのもありますけどね。これですね。99,999 ポイントとかね。あとは79,000 ポイントとか。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、誰が落とすのかはちょっとわかりませんけども。たまたま落ちましたね、今回ね。はい。ということで、まあ、今回は、まあ、サマーシーズン到来の、まあ、一連の流れというか、まあ、そういうのを紹介してきました。で、ガシャについてはもう一度説明しておきますが、まあ、一応、持ってる人には、まあ、特に引く必要はない。特に欲しいキャラクターがない場合は引く必要はないって感じですね。もちろん、ボックスガシャも一緒ですね。これも、まあ、持ってないスキル。欲しかったスキルが、まあ、この中にある場合は、まあ、ボックスなんで、絶対、いずれは当たるっていう感じなんで、まあ、引いて損はないかなと思うんですが、僕は全部持ってるので、引きません。はい。ということで、まあ、サマーシーズン第1弾ということなんで、これが15日まで。まあ、第2弾が来ると。まあ、第2弾、第3弾あたりで、まあ、新属性の、まあ、川尻が、とか、まあ、そういうのが来てくれたらいいなという感じですね。僕的には。はい。ということで、今回はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。